ゆうさん、スパチャありがとうございます。結構、ナビが試合に出るのに、スリーポイント以外で何が足りないですか？またナビが試合出るためには、スリーポイント以外で何が足りないか、引き出し、それに尽きるかな。またナビがボール持っても何も怖くないと思う、正直。それは引き出しの少なさがそう感じさせるんだと思う。打てなかったけど、こいつならその後何かやってくれるみたいなワクワク感は、渡辺にはないから、そこなんじゃないかな。まあ、細かく言うとね、そのためのフットワークとか、そういうのもあるんだろうけど、スピードがあるわけでもないからね。なんか、カイル・アンダーソンみたいなプレーもありなんかなって思うけど、まあ、あれもあれで難しいんか。ああ、ディープスリーね、確かに。渡辺ディープスリー全然打たない。IQ 鍛える。でもナビ自身は IQ あると思ってたんじゃなかったっけ、確か。自分は IQ 高い方だと思いますみたいな話してたような気がするんだけど、ポストプレイしないのかな。全然しないね。ほぼ見たことないね、ポストプレイ。ミドルシュートがね、あれば、ワンドリで別にドライブしきらなくてもシュートフィニッシュできるんだけどね。なんなら最近フローターの方が上手いまであるからな、ミドルシュートより。ミルズ相手にしてた。まあまあまあ、ミルズ相手ならわかるけど。あと、日本でいう渡辺の役割と、NBA での渡辺の役割は全然違うから、多分 NBA だったら相手がミルズでも多分やらないんじゃないかな。そもそもパスもらえないような気がするけど。日本だとね、渡辺がエースみたいなとこあったから、まあ、実質河村だと思うけど、フローター目指せるルートある。フローターって、ヘルプディフェンスに基本やるものだから、ヘルプディフェンスにやるってことは、自分のマークマンを抜かなきゃいけないのよ。そこが足りない選手ってあまりフローターを使う機会はないと思う。もちろん、こう自分のマークマン相手に1回バンプ入れてフローターするみたいなね。この間25分出て11点取った時も2回ぐらいそのプレーはあったけど、ただそれはどっちかっていうと、アブノーマルだとは思うね。基本的にはやっぱ、自分のマークマンを抜いてヘルプが来ました、それをフローターで最後フィニッシュするっていう感じだと思うから、結局フローター職人になるためには相手をぶち抜けないと、結局ドライブができないと厳しくないっていうところに元に戻っちゃうと思うな。やっぱランニングシュート。いや、でもそれはマジである。なんだかんだ結局ランニングシュートな気がするね。なんか俺もそう思うわ。前に一回配信で、みんな覚えてるか分かんないけど、ランニングとスポットってどっちの方が難しいと思うっていう質問したと思うんだよ。で、多くの人がランニングの方が難しいと思うっていう回答だったのね。で、確かにそれは正解なんだけど、それってあくまでシュートだけのことを考えての回答なのよ。けど、シュートだけじゃないじゃん。ドライブとか、その後の選択、判断の部分を考えると、俺はランニングよりもスポットの方がむずいと思ってる。なんでかっていうと、スポットって終着点なのよね。クリエイトします、ボールが回ります、で最後スポットシューターにボールが渡って、そこでフィニッシュするのがスポットシューターの役目だから、助けがないのよ。もちろん味方が超ギャップを作ってくれて、渡辺が超絶フリーになったとかだったら、ランニングよりもスポットの方がはるかに楽なんだけど、毎回そうじゃないよね。当然、いや、これギリ打てないよ、このパスじゃみたいなのも多々回ってくるわけよ。その時に他の引き出しがないと、スポットシューターってすごい厳しくて、ドライブできますか？できません。じゃあ、パスで誰かを生かせますか？周りには誰もいません。だからパスもできない。まあ、隣の人にパスしたとて、そこはギャップができてないから、もう一回味方に1対1を任せるだけのパスになってしまうわけよね。だからそういう意味でスポットシューターって結構ね、イメージよりも個人的にはすごい難しい職業だと思ってて。で、一方でランニングシュートっていうのは、ランニングしてる間にセンターが近くにいるよね。だからビッグマンがスクリーンをかけてくれてランニングできるわけだから、仮にそれで打てなかったとしても、近くにいるビッグマンにもう一回ボールを預けて、再度ギブアンドゴーで動くっていう次の手が残されてるわけよ。で、スポットシュートと違って、基本クリエイトさせる動きっていうのは、ショットクロック24秒のうちの最初の部分でやらせてもらえる動きになるから、時間がまだ余ってるんだよね。渡辺がランニング3でクリエイトしようとします。でもそれは、例えばベン・シモンズとか、まあ、デビン・ブッカーとかポイントガードがランニング3を渡辺に打たせたいっていうので指示してくれて、一番最初のファーストオフェンスで、それをコールされるわけだから、打てないってなっても多分残り14秒とかは残ってるわけよね。だからビッグマンにパスを入れて、
ギブアンドゴーでもう一回動くとか、そういう時間がまだ残されてるけど、スポット3っていうのはまずクリエイトがあって、そこで10秒ぐらい使って、さらにパス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 で渡って、最後の残り6秒ぐらいでボールが渡ってみたいな展開も多々あるわけよね。ってなった時にやり直す時間が残されてないっていうので、そういう意味でスポットシューターに引き出しが足りないと、パスも出したくなくなるし、もらったスポットシューターも何もできませんってなると、ちょっとね、チームとしてはあまりいいオフェンスにはならないよねっていうので、だからそういうのをもろもろ考えると、実はランニングシューターの方が案外職業としては楽、もちろんシュートに限って言うとスポットよりもランニングする方が圧倒的に難しいっていうのがあるから、そこの部分は段違いだと思うんだけど、それ以外のもろもろのことを考えると、引き出しが少ない選手にはスポットよりも実はランニングさせた方がいい説。だから JJ レリックも引き出しはあまり多くなかったと思うんだけど、ハンドルとかはちょっとしてたけどね。ただ基本的にやっぱランニングで3打てなかったらクリス・ポールにもう一回パス返すみたいな感じだったから。けどそんな JJ レリックがなんであんなに活躍できてたかって言われたら、スポットシューターじゃなくてランニングさせまくってたからで、その上でレリックは走りながら 40% 超えの3をバカスカ決めれるっていう、その能力があったから、ランニングさせてもらえてたじゃもらえてたんだけど、その上でレリックは引き出しが少ないから、クリス・ポールにボール返して、最終的にデアンドレ・ジョーダンとクリス・ポールでピックアンドロールしてフィニッシュするみたいなのもあったし、っていうのを考えるとランニングシューターになる、これが引き出しの少ない渡辺にとっては最善の生き残り方かもしれないね。それをサンズでやらせてもらえて完全に失敗して干されてしまったわけだけど、そこから逃げることはもうできないのかもね。渡辺がランニング3を決めれるようになる可能性と、スポットで打てなかった時にドライブで最後フィニッシュできるようになる可能性、どっちの方が高いかっつったら、ランニング3を極めれる可能性の方がなんか高いような気もするよね。それで言うとドンチッチってスポットアップの引き出し少ないってことだ。半分そうだと思うし、一方で引き出しが多すぎるからうまくいかないっていう、ちょっと矛盾した回答になってしまうけど、どっちも正解な気がする。っていうのもシューターとしてスポットアップの引き出しは確かにドンチッチは少ないと思う。ポンプフェイクして横にスペインムーブ使ってスリーポイントとかも見たことないし、いろいろあるよね。結構その相手を飛ばす飛ばさないで、飛ばした上でカウンタードライブのスタンス、例えばコーナーでボールもらった時にトリガーステップ踏んじゃうとライン出ちゃうから、そのトリガーステップを最小限にしようみたいなスキルもあれば、そもそもトリガーステップ使わずにドライブしようみたいなスキルもあれば、シューターが結構極めるポイントって多々あって、そういうスキルはドンチッチは練習でも、全くというほど練習してないんじゃないかな、そういうとこは。実際試合でそういういいスポットからのなんかスキルっていうのは、あまり見たことがないんだけど、そういう意味では引き出しが少ないとも言えるし、一方で別の意味の引き出しはクソほどあるじゃん。要は1対1打たずにもう一回相手と対面して、そっから1対1っていう引き出しは腐るほどあるよね。でその引き出しが多すぎるがゆえに、別になんかここで無理に3打たなくてもいいやみたいなんで、せっかく本当はスポットでもらってキャッチ&シュートただ打てばいいだけなのに、なんか他の選手よりもドンチッチの方がその打たないラインが、打つっていうラインが高すぎるんかな。やっぱスポットシューターは引き出しが少ないから、もう打たないと仕方ないみたいな部分あるじゃん。だから多少タフショットでもね、打って終わろうっていう気持ちの選手多いけど、ドンチッチは、いや別になんか無理して打たんでもええなみたいな。でやり直して、なんだかんだスポット扱いじゃなくてワンオンワン扱いにスタッツ上もなってしまうみたいな。だからどっちもあるのかなと。引き出しが少ない、シューターとしての引き出しは少ないからスポットが苦手っていう部分と、オンボールマンとしての引き出しが多すぎるがゆえに、打てるタイミングで打たずにワンオンワンに持ち込んでしまうっていう、それがドンチッチのスポットシュートの期待値が低い理由なのかなみたいな感じはするけどね。